どうも東西街道連の島田です。どうも東西街道連の丸田です。どうも東西街道連のゆとりです。秋葉原ドンキホーテさんでのコラボイベントの続報でございます。おーい、はいはい、一発目まず、はい、コラボグッズの方見ていただきましょう。こちら、うわすごい、かっこよ、美しい、いろいろなものがあるね。そうなんです、僕らはまだ見てないんです。そうです、いろいろあるね。イベントのグッズはこういう形となっております。でですね、イベントの方が前回お伝えしたように10時からなんですけども、はい、10時から13時までが物販です。そう、なるほど。この物販に日の一番できたりって方、8時から優先整理券の方を配っております。物販の優先整理券、もうほぼ勝ちよ。なのでいち早く物販ゲットしたい方、ぜひその8時の券をゲットしてきてください。我々ステッカー配ってるじゃないですか、はい、こちらのステッカーの方にサインを書いて先着限定100名様の方に無料でプレゼント、それも欲しいって方は早めに優先券をゲットしてください。一生懸命書いちゃうぞ。ライブの方が15時から行われます。で、こちらの並びが14時50分からになります。で、この並びの順番なんですけども、そちらが一応物販を買われた方に優先の入場券の方をお配りしますので、なるかし早く来て物販をゲットしていただいて、で、ライブにも参加していただいて、セブンズ TV× 秋葉原ドン・キホーテさん11月3日このイベントを皆さんで盛り上げましょうという話でございます。はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。ご来店お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。本日はですね、神奈川県は座間市にございますシンガーデン座間さんに来て実践です。ですけども今日はね、2店舗実践というわけでして、シンガーデン座間店さんで売った後にガーデン北戸田店さんに移動するという、このね、神奈川から埼玉をまたぐというね、今日はヒューマンドラマを皆様に見せようかなと思ってます。なんで今日ザマさんでは3時までしか打てないので、やっぱり3時までというその限定的な時間の中なんで、まあ、なるべく自分が好きな機種とか面白いなと思ってる機種をポロポロっと回していこうかなと思っております。おし、やった、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。窓まぎいっぱい、はい、1店舗目シンガーデンヤジキタ、シンガーデンヤジキタ店さん、どこ、うわ、アラジン角やん、うわー、ちょ、迷う、この店何、最高かよ、おい、アラジン言うとかな、あー、でも今日はやってきたから行きます。時間もそんなにあれなんで、本日1店舗目シンガーデン座間店さんで打つのはやじきた、いきます。俺打つとは、俺湯の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。それでは本日朝一シンガーデン座間店さんで撮らせていただいたのはこちら、ヤジキタ街道中期おつでございます。ていうかね、座間店さんね、かなりバラエティが香ばしい。右隣がファフナー、その隣がモンキーターン2で、左隣がシティハンターに、その隣がゴッドイーター、マキバオ、リングで、後ろになって僕の大好きなアラジン S2 と、かなり機種が香ばしいので、ちょっと打つの迷ったんですけど、とりあえずヤジキタちょっと打ちたかったんで、ちょっと打っていこうと思います。さあ行きます。ファーストレバー、バラエティー行った理由としては、まあ今日3時までしか打てないというところで、設定積もるとちょっと悲しくなっちゃう。まあ設定積もるのが一番大事なんですけど、3時までしか打てないっていうとね、別れの名残惜しさが出てくるのがちょっと嫌なので、でヤジキタはずっと打ちたくて、そんな詳しい機種ではないんですが、すごい面白いんで、で爆発力もあるのでやっていこうと思います。5万円以内で抑えたいよね、投資は。これはね、カッパか天狗が同行するかもよっていうやつ。あれはカッパさんかな。はい、カッパ前目、お、熱い。ここのステージに移行すると、次回の関所チャレンジの、成功期待度が 50% 以上と。熱いっすね。
はいはいね、さあ大事、マジ大事ここ、ほい、あ、チャンスアップ取るかあるか見逃せた。オケコギスプラッシュ、よし、熱い、勝利期待度 80%、 しかも絶壁スライダーもあるから、はい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 、お、当たります。いや当たらんことももちろんあるけども、熱い、ヤジさん、あかねちゃん、カッパはね突っ張るから、おう、はい、勝ち確です。あれ、これヤジ来たのあるぞ、飛ぶまであるぞ、残ってるもん、二人ゴールしろ、おっしゃ、来たわ、飛んだ、これやつ、朝一一発目の当たりが飛ぶ、この二人と仲間一人が残ってる時点で確定やったんかな、めちゃくちゃ嬉しいです。初回が10ゲーム、20ゲーム、その後3回目からは 80% ループです。いきます、ポンチオン最高、飛びましょう、どこまでも、はい、鳥人間コンテストスタート、はい、ここまでは保証やのにレア子役引いてくると、しかもチャンス目、どうなるんやこれ、はい、え、止まった、俺その前のゲームにチャンス目も引いたぞ、なんだかな、 1,2 分前の俺はな、めちゃくちゃテンション上がってたのにな、おっしゃ、来たわ、どんな、世知辛いなこれ、最低保証やもんね、カッパとか天狗より下でしょ、世知辛いな、うわー、せちがら、プレミアやぞ、なめんじゃねえ、これはでもね、自分への戒めとしてね、写真撮っとくわ、あかねちゃんの笑顔が切ないで、俺のチャンス目が切ない、いきます、はい、切な、一瞬やん、こんなん、これやれんな、今日、今日チェリー、はい、来ました、説明省いちゃいましたけど、基本的に AT 中はこのワッショイズガラが揃うとワッショイチャンス取りに行きます、で、ここでゲーム数を上乗せするとベルナビ5回の間に、はい、で、これで一旦終わりましたが、内部的に状態がショート、ミドル、ロングってあって、状況に応じてまたループすることもあります、よし、行きます、残り3ゲームしかないからここで上乗せしないと、乗ってくれ、上乗せ、おー、強チェリー、よし、飛ぶの半分の上乗せ、アンパネーゼ、さあ、まだおるかな状態、よし、1ゲームやけど、はい、メガドン、よし、オッケー、はい、わっしょーい、わっしょいチャンス、お、これは乗るんじゃない、よし、オッケー、最初に引いた外れからの上乗せですね、はい、終了、結構行きまんな、はい、わしょチャンス、あ、ここでレバー叩いた時に固まると、あ、荒波っていう上乗せ性能がドンと上がるやつに行くんですけどね、あ、上乗せや、びっくりした、外れやったよね、お、コンサンドに乗せてはいる、はい、終了です、110ゲーム消化の396枚、わっしょいチャンスが4回と、これの導入が飛ぶじゃなければもっとテンション上がってたんですけど、こっからは引き戻しです、残念、まあちょろっと帰ってきたんでね、もうちょっと打ちます、ダメー、50、あー、50ゲーム、はい、カゴに乗ったところで5万円目でございやす、まあ、5万円以内で抑えたいよね、投資はやっぱり、荒い機種打つとこれぐらいは必要、昔のこと懐かしいな、この機種好きやったなって思うときは最低5万は用意しましょう、
さあ50パー以上。まあね、普通に考えておそらく低設定機やと思うので多分50パーだと思います。さあ行きます、ドン。激走必至なし。いやとりあえずあかねちゃん先頭からの乱入なし。耐えろ、よし、アップにならない、アップにならない。おい、まず言ってんの、復活。あかねちゃんが勝ちました。さあどうすっかな、こっちめちゃくちゃ苦手なんですよ。ワンプッシュ5ゲームで10回保証か。で僕は 80% 先一発も継続させれなかったじゃないですか。普通に考えたら逆にもう次は 80% 継続させれるでしょっていう感じでこっち行くと思うんですよ。でも俺はこれが本当に死ぬほど苦手なんです、乱れ桜は。だから一本桜でいきます。 50% 乗るたびに50ゲームいきます。回れ、よし、まあまあまあ一回継続してくれただけでも OK よ。あぶねえ、心臓に悪いでもう一回継続してほしかったけどな。はい、100ゲーム本日最大上乗せ。なんかすごい特化ゾーンをやった気もしたけど今日最高上乗せ、これ、これをいかに伸ばせるか頑張っていきたいと思います。飛んで飛ばしきれなかってこうなったじゃないですか。だからまあ僕自身が飛ぼうと思います、レッドブルで。これで引きが向上するはず。ジャステリカ、よし、おやーしょい、固まれ、固まらない。ウィード解除が遅かったから期待したんやけどな。乗らない、乗ったんじゃねえか、乗らない、乗れや、何の煽りやねんそれ。あれ、あ、疑った、継続確定や。いやいいね、もう最後になるやもしれない AT でこうやって気持ちいいことバンバンって来てくれたらちょっと気は晴れるよね、負けたとしても。天狗さんいらっしゃい、よし、固まった、荒波でございます。これ熱い、リプレート10枚ベル以外の全ての声から乗る。ここは10枚ベルを引かないのが一番いいんだけど、もう2回も引いちゃった、やめてよマジで。お、あ、これは上乗せ、斜め、よし、上乗せ、楽しいんだこれがね、ねえねえ、はい、上乗せでございます。たまんねえ、あ、くそ、待て、まだだ、あ、終わっちゃったおい。30ゲーム上乗せかな、あそこでね、ぶちかますんすよ。下はものすごいんですよ。おっと、熱い勝手に入りました。いただきましょう、ニコミコダックドン、強チェリーでございます、あ、弱チェリーでございます。熱いと思いきや、外してくる、なんで今日こんな煽られてるの俺。まあ、多分あれはおるね、うん、ボーナスか、ボーナス臭いぞ、あ、こっちか、あ、ボーナスです。煽ってるとか言ってごめんなさいね。ジャクチェリーから今日2回目ボーナス、1パーですよ、1パー、1パー2回引いてますんよ。もっと違うとこにかせよそれ。はい、超やじきたボーナス、まあ、超やじきたボーナスはまあ、ゲーム数の抽選をするのと通常ボーナスの後半パートの要は10ゲームの間にリプレイさえ引けばさっきみたいな波が確実にいきます。 OK、 10ゲームのセーブ。さあここからが大事、リプレイを引き続けるゲーム、いけない、よし、いいね、かわいいね、あかねちゃんかわいいよ、セクシーキュートダイナマイト、スネッタ見えない、中にいる、スイカ、プリティープリティ終わり、行ってちょうだい、うーん、まっ、いいですよ、準備はいいですよ、見せてくれ本物の君を、俺にスイカ、なんでよ、はーい、274枚かなり取れた方っすね。
ドンと10ゲーム上乗せ残りが57ゲーム負けてるけどこんな楽しめるパチスロってやっぱりいいと思う。170ゲーム消化905枚わっしょい3回そして曲が流れたのでもちろんこの後の適所チャレンジは勝って AT に行きます。来たサンタようやくメガネ同士でやれやう気が来た。来たさんマジ難しいねんなほんまに。8、2ぐらいで50やから。でもここで仮に70ゲームとか乗せれれば一撃1000枚見えてくるから行こう。何が来た。うわー嫌だ。わっせわっせわっせくるっとくるっと回れくるっとくるっと回れ。お前さほんまにね。まあいいよ千枚オーバー言ってくれました。ありがとうございます。これで半分は変えてきましたね。50ゲーム駆け抜けましたけどかなり取れましたね。220ゲーム消化1077枚。こっからは普通に引き戻してくれと願うばかりでございます。あーアップなれへん。やったねー。まだわからん。うわーやったね。ちょっと時間がねそろそろ迫ってるんで店内チェックしようと思います。サラリーマン番長はこの角にと角さんが出玉を持ってますね。こっちの台もすげえ一撃で出てやめたっぽいですね。サラバン結構悪くなさそうな感じするな。一撃で出ちゃう台なんですけどね。後ろもこちらの台もサラバン出玉を持ってますね。2箱一撃か。でも新しい猪木プラス領域、まあ、6号機なんでね。でもグラフでは分かりづらいっていう記事を見たので。でもいいですよね右肩にゆったり上がっていってるんで。窓まぎです。この台が一撃7000枚入ってますね。すごい。まあねざっと見ていくんですけど出玉持ってます。こちらこちらも1箱、ここで3箱、はい、こちら2箱半2箱で角2のお客様も1箱と。久米朝市出た台があるので、まあ、設定は最低でも1台ゴロが入ってると。こちらも窓初代なんですけどこれパチンコかなんかの箱なんで結構入ってますよ。絆こちらの方の台非常に優秀じゃないですかね。後ろに別積みと。こちらもガッと伸びてないですけどプラス領域ですね。こちらもまあ安定して出玉取ってるんじゃないんでしょうか。はい、後ろに別積み1箱と。いやまあ分からんな。まだ早いから時間帯的に綺麗に右肩に上がってます。これあるんじゃないかな。新しい牽制パネル、こちらも綺麗に右肩上がりしてますね。ゼロ反逆はこの台が、出玉を持ってる状態ですね。窓2はちょっと良さそうな台なかったですね。バーサスまあいい感じじゃないんでしょうか。軽量キー式なんでちょっとドロバクはないですけども。アイムいいですよ。まあまだ時間が浅いですけどね。でも綺麗に右肩に上がってるし化け確率もかなりいいと。こちらもまだ合算的には全然あり。グラフがちょっとしんどそうですけどもといった感じでしょうか。はい、ゴッド系はちょっとわからなかったです。持ってる出玉がね壁に左右されやすい台なんで。時間帯も浅いのでもっと隠れてる台もありますし今出てる台が高設定じゃないっていうパターンもあると思いますんで、まあ、何とも言えないですが出玉付き的にはいい感じだったんじゃないんでしょうか。とりあえず流してみたいと思います。はい、というわけでシンガーデンザマテンさんでの結果は、マイナスに終わってしまいました。でもこの後僕は埼玉県の北戸田のガーデンさんに行かないといけないんでちょっともう急いでるんで行きましょう。早く走って走っていきましょう。はい、走って走らないと間に合わない。埼玉県は北戸田市に、北戸田市やんな、ね、夕方から打つんやからもう気持ちはサラリーマン。やったことないけどサラリーマン柴太郎行きます。ガーデン北戸田店さんです。第2ラウンド何が空いてるか分かりません。とりあえず店内入場していこうと思います。いや稼働がすごい、稼働がすごいんだ。すごい出てるじゃんヤジキタ。新ガーデンザマ店さんに続きヤジキタが今目の前で開いたので取りました。後半戦もヤジキタで頑張ってきます。わっしょい、わっしょい。
はい、というわけでやってまいりました。ガーデン北戸田店さんで撮らせてもらったのは、すげー出てるって言って通り過ぎた後に後ろ振り返ったらやめてたヤジキタです。現在277ゲームハマり、設定あるかどうかはわからないですけど、前僕が来た時は割とバラエティも結構強いイメージだったので、ちょっと期待はしたいかなと。まあ出てたっていう事実が目の前にあったのでね、これも運命やと思うんすよ。新ガーデンザマ店さんでヤジキタ打って、でガーデン北戸田店さんに移動して、でパッて見たらヤジキタがすごい出てて、前回も打ちたかったけど打たれんがってんなって思って通り過ぎようとしたら目の前で開いて、でそれを今打ってるんですから、これはもう運命だ、あなたと私の運命だ、これはもう全てをさらけ出していただかないと困る。今日は楽しくヤジキタを企画でもないのに全津監督しております。2店舗実践、はい、行きます。一発目のセクションチャレンジ、あーいきなりコケや、よし、415ゲームさあ、あかね先生でございます。いきます。さっき一本桜で100ゲーム乗ってたじゃないですか。俺その状態まだ継続してると思うんで、これでワンプして5時で終わるまではもう一本桜ずっと選び続けようと思います今日は。はい、ここよ、閉まるな、一本桜終了。何事もなく駆け抜けました。50ゲーム消化、168枚、はい、まあそうですわね。はい、とりあえず早い初当たりだったんで、もう新規一点やってますんで、僕は気がめいる金額のこと考えてると。リーチメリプレイっすね、すっげー出目で止まったな、びっくりした、何の演出もなかったから。ちゃんと狙ってやりたかったね、できればね。ボーナス確定です。はい、目押し申し訳ない、いきます。はい、 AT 確定、うわっしょい、何事もなく駆け抜け、うわっしょい、あーきついね、うわっしょい、はい、まあそうですよ、1000ゲーム到達早いね。おい、強チェリー1回やし、強チャンス目にだったら引いてない、その代わりリーチメリプレイ引いた、なんだこれ。おほう、強チェリー、そんなにブクブクしといて、えい、カゴ、弱チェから、ほんまに弱チェ1%か、今日1日でトータルで3回目やぞ。はい、これは弱チェのビッグ、4万円目かな、うん、4万円目ですね。時間が刻一刻と迫っていってる中、2000枚出さないと勝てない。さあいけるのか、おい、あーレア子役、そしてあかねちゃんが先頭、チャンス目、しかしこれはボーナス重複があまりしづらい方のチャンス目だ。さあどうなるんだ、逆押しのナビが来てほしい。ダメやね、あ、揃えばもう AT 確定、しかしこれ煽りだけでも来るんで、あー中断は弱えんだ。はい、外れ目の時もここ止まるんでね、何もないまま北戸田を後にするのは嫌やった、これは前回もくちゃくちゃにやられてるんだ。よし頼むよ、ジャックチェリープリティー、この次ゲーム、よし、あ、ちょ、外れか、オッケー、どっちの方だか分からんけど、いい、そんな方だ、準備はいいよ、今日チェリーだ、こらベリーキュート、赤背景、20ゲーム、もうちょっと乗ったかと思ったけど、まあ全然 OK です。まあ、今度秋葉原でねイベントもやるんで、こういうダンスも覚えておかないと。まあ、全くそういうグループではないですけど、東西街道連は。あのマイク。チャンス目。よし。60ゲームはのせで終了。そしてあっぱれチャンスでございます。誰？ああ、1ゲーム早い。ダメかな？はい、じゃあこれで都合110ゲームの AT、まあ、この間に何回はしょいチャンス入れて荒波1回でもしてくれれば3分の2ぐらいは返ってくることも可能じゃないのかなと。ザマテンさんでも近いことはあったよ。
トイトイ、あ、ジャクチェリウィンナー、お、ケツヤいったね、よし、はい、ワッシュチャンス、はい、ケツを、よし、一番おいしいやつ、よし、10ゲームはのせい、よし、いったでしょう、はい、勝った、あー待ってない、このウェイト残念やけど気持ちいいよな、あーもうちょっと楽しくなってきてるわ、ついにたどり着いた、負けても楽しいの境地に、やっぱ集中状態があると楽しいな、集中状態も濃厚な演出とかがあるんで、それが出てくればもっと分かりやすいんですけど、よく分からん状態で連射とかするんで、アバウトに知ってる方が面白いのかもしれないですね、そこまで確か集中状態上がるの設定数なかったはずなんで、あ、すごい音鳴ったけどね、オッケー、はい、天狗さん、おし、一角、はい、スルッと回りやがって、乗せましょう乗せましょう、千枚まであとちょっとやから、わーでかいね、うわもう親近感湧く、強チェリー20ゲームいいでございますじゃないですか、冷静にここでの3桁乗せは無理やからな、よし上乗せ、ここのわっしょいチャンスで30ゲームを乗せた、意外にもうちょい頑張ればまくれっかもしれない、はい、160ゲーム消化の828枚、わっしょいチャンスは計5回と、無理よな、さすがに無理っすね、ちょっと移動先を探しつつ店内チェックもしながらって形にしましょうかね、島単位でね良さそうなのが、もうみんなお客様やめてるんですけど、マジハロ角からずらーっといいんですよ、割と ART の回数もついてるし、かなり回されてたんでしょうね、単純に全体系なんでしょうけど、窓2、こちらではさっきビッグ終了画面で六角が出てました、でこの台だけちょっと厳しそうやったんかなって感じで負けてましたね、こちらの台も後ろに箱ゴリッと使って上にも乗っかってあると、ボーナスもかなりいい感じで、こちらの台もいい感じですね、26の10と、でこっちが、25の16と、もうお客様やめられてますけど、時間的にもう窓つ打つ時間はないので、あと閉店まで1時間ちょいで打つのはちょっとね得策ではないので、この窓は、こちらの台が後ろに2箱と上に2箱持ってますね、設定があったかどうかは、分からないですけども、この時間まで多分朝一から粘ってらっしゃるんでしょう、こちらがすごいですね、後ろにこの大きい箱で4箱と、上に2箱、いやもう満いってんなこれ、このまんまいってますね、この絆素晴らしい、絆はやっぱ回転数つくんでね、売ってる人にしか分からない部分あると思うんですけど、まあ、この時間まで粘られてる方々の台はそれなりにいい要素があったと思います、出玉持ってる状態でね、ウルトラヤバいディスクアップです、こんだけビッグ引けてたらすっげえ楽しいと思う、膠着2はこちらが回数いいですね、28の26、ちょっと総ゲーム数分からないんで何とも言えないですけど、これもまんまいってるでしょうね、サラリーマン番長、上に3箱と、ここに別積みが2、4、6箱、僕の隣のラブジョー2打たれてた方すごいねガーって連チャンしまくって、6はあんまり連チャンしないらしいんですけど、5とか4とかあるのかなって思っちゃうような、すごい一塊がコンって出ますね、それが早い当たりやったんで、ここからはちょっとやめられてますけども、僕的に回数が良さそうな台をピックアップして紹介していこうと思います、エヴァ勝利への願い、まあ、49の43とブラクラ2なんですけど、売ってた人が後ろに2箱ぐらい、上に2箱、まあ、4箱それぐらい持って帰ってて回数がすごい良かったんで、もしかして設定あったのかもしれないですね、 A プラス ART キーはやっぱり閉店までは打ちづらい機種なんで、はい、でもう1個のこちらももうやめてるんですけども、結構ビッグの回数も ART の初当たり回数もすごいいいんであったのかもしれないですね、はい、僕がすごい驚いたのはね、この人ですよ、ジオンですよ、めちゃくちゃ当たってるっていうような感じでしょうか、朝一から抽選受け入れてたらおそらくマロツは全体系だと思うんですよ、まあ1台騙しが入っててもおかしくないかなとは思うんですけど、抽選よくてマロツ行ってたら勝ててた可能性があったんで、朝一からこれ出たらね違った未来があったと思うんですけど、今日は2店舗実践、神奈川から埼玉っていう形だったんで、自分に対してね残念やったなという形です、まあとりあえず流してエンディングの方行きたいと思います、お疲れ様でした、ありがとうございます、711枚、俺と同じ誕生日、そして吉宗のビッグ。
お疲れ様でした。というわけで2店舗合計でですねマイナス1672枚、この結果をどう捉えるかですね。多分両方とも設定なかったんで、設定のない急な駅で遊ぶには1台平均5時間遊ぶには800枚ちょい必要って捉えるのか、単純に貴様の比喩弱かったやないかところなんですが、僕はまあ800枚で遊べんやったら同じかなと思いました。朝一のシンガーデンザマテンさんでの飛ぶを完全に飛ばしきれなかったんが全て足引っ張った形になりましたね。で北戸田デンさん来て奇跡的に空いてたエアジキターも鳴かず飛ばずですね。剣をまたいで2店舗実践としましたけど、朝始めた横浜にあるプロ野球チーム横浜 DeNA ベイスターズのラミレス監督の言葉を借りればタフな試合でした。神奈川から埼玉への珍道中やって、両方とも珍道中なヤジキターをずっと打ち続けたわけですけども、マジ負けても面白いからええやの瞬間が訪れる台なんで、素晴らしい台やねと思いましたね。ただしかしアラジン演出に並ぶまたリベンジしないといけない機種が一種できてしまったなと僕個人では思います。やっぱ飛ぶ入れてあれやからね、飛ぶ入れねえんねやったらアマテラス入れろよって話もあるから、どちらかをもう一度ヒグマでまたちょっとチャレンジできるタイミングがあればチャレンジしようと思います。今回の動画ヤジさんとキタさんが肩組んでるの見れて嬉しかったとか、セブンズ TV 応援したいとかそういうのがありましたら、ぜひぜひグッドとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてスケジュールの方がこちらになっております。はい、ぜひぜひ見つけ出していただければと思います。というわけでまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方楽しみにお待ちください。本日はご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。